人ともお待たせ。私はもう準備できてるぞ。やあ猫又、準備ができたのなら今からでも遅くない。まずはビデオテープの仕分けについて教えてあげるから、終わったらアルバイト開始といこう。え、バイト？ちょっと待った、プロ騎士として依頼を受けてくれたはずじゃ。私と依頼人をフォローの中でガイドしてくれるって。なんだ、一緒に仕事をするってフォローの仕事のことか。フォローの仕事以外ないでしょう。もしかして借金を返すためにニコに頼まれて出稼ぎに来たって思ってる？ニコって確かに両親があるはずの場所に銀行口座があるんじゃって思う時もあるけど、私にはとっても優しいんだから。ごめんよ、僕たちが誤解していたようだ。でもフォローに行くのならジャトヤの他のメンバーがいないのはなぜだい？それは今回の依頼は私一人で決めたやつだから。なんていうか、前のビジョンの一件でジャトヤのみんなにはいろいろ迷惑をかけちゃったけど、それでもニコは残りなよって誘ってくれた。だからジャトヤが赤字を出してる今こそこの私の出番だと思うんだ。給料払えない社長をいたわって従業員自ら稼いできてくれるなんて、ニコが羨ましいよ。ふっひん、どうして招き猫って言葉があると思う？それに今回たんまり儲けて帰ったら、あの映画バカに、猫又様、あなたはこのジャトヤの模範的従業員です、って。てっきりもうアンビーとは仲直りしたと思ってたよ。仲直りとかじゃなくて、これはプロとしての競争意識の問題なの。何しろジャトヤはお家だけど同時に仕事場でもあるんだぞ。それに今時は猫もギャングも業績なんだから。どうパイトン、この儲け話一緒にやらない？その前にどんな依頼なのかを教えてほしいな。分かったぞ。それがね、ある企業が最近フォローでエーテル資源をなくしちゃったみたい。それを後で回収するために一緒に現地で観測をしてくれる腕利きのエージェント、それにプロ騎士をインターネットで募集してるんだ。複雑な依頼ではなさそうだけど、現地で観測するだけなら君が言うほど儲けの出る依頼ではないよ。ふっふん、焦らない焦らない、これはまだ序盤の布石に過ぎないんだから考えてみて。たかが事前の観測くらいでインターネットに求人を出すなら、資源を正式に回収するときだってきっと助っ人がいるはずでしょ。なるほど、資源回収の仕事はとても割がいいからね。その時になって依頼を受け負いたい人が殺到する可能性はあるか。でも僕たちが今のうちに企業に手を貸せば、この競争を有利にする。そうそう、さすがパイトーンだ、飲み込みが早い。糸を長く張るほどでっかい魚が釣れる、これが私の狙いなんだ。ま、考えてみてもいいかな。それイエスって受け取ってもいいやつ？じゃあ私は依頼人に待ち合わせ場所と時間を相談してくるから、それから出発しよう。準備完了。出何か賢い選択ね。いつでも出撃可能よ。ジャトヤに捜索はここだよ。出動？ご飯は出る？敵勝ったら何かよ。私を呼んジャトヤに敵勝っ何すみません。はここだよ。
スター、今回は限定版フェアリー、フェアリーニャンがお供します。案内役に従い、ホロー内部にある観測ルートの終点に向かってください。フェアリーニャンは先に案内役を見つけることをおすすめします。あんたたちの PC アシスタント、ちょっとムカつくぞ。あれが今回の依頼の案内役？はじめまして、君が猫又殿だな。まずは簡単な自己紹介をしよう。私が今回の作戦の責任者、オーリーだ。作戦？ただの観測でしょ？最近の企業ってそんな風に気取った言い方をするの？うん、つまりその私が今回の依頼、そう、依頼の案内役というわけだ。それはともかく、協力者のプロキシがまだ来ていないんじゃないか。もう全員揃ってるぞ。猫又殿、冗談はよしてもらいたいな。ここに他の誰かがいるとでも？目の前のボンプがそのプロキシだって気づいてないみたいだ。いや、オーリーさん、はじめまして。実は私がプロキシなの。おえぇー、誰だ、そこにいるのは。耳が。オーリーちゃん、最初に言わなかったこっちも悪いけど、シリオンの聴覚はとっても繊細なんだぞ。とにかく見ての通り、この喋るボンプが私たちのプロキシだ。ああ、そうだったのか。いや、過分で申し訳ない。冷静さを欠いてしまってすまなかった。だが基本的に私は頼れる存在であると自負している。大船に乗ったつもりで命を預けてくれていいぞ。こんなものの至近距離。え、気のせいか。エーテル小中が動いたような。もう休眠中のエーテリアスだ。エーテリアスは、こら落ち着くんだ。活性は低いんだってば。バカ。完全にパニックになっちゃったっぽいね。そうみたい。とにかくエーテリアスを倒すぞ。先にエーテリアスをやっつけよう。Thank you.
ったって無駄よ。リロード。やっと安全だ。いやあ、猫又殿の勇姿には本当に感動したよ。あんな風にエーテリアスを葬ってしまうなんて。感動してくれたのは嬉しいけど、間違ってあんたを蹴っ飛ばしちゃうからあちこち走り回るのはやめてほしいぞ。前に紹介を見た時はもっと落ち着きのあるタイプかと思ってたんだけど、あんたの会社がフォローの観測員を選ぶ基準ってどうなってるの？何しろその企業の人材は多様でなければいけないからな。確かに私はエーテリアスが苦手だが、エーテル資源を回収することにかけてはそれなりのスキルを持っているぞ。ふん、じゃあ今回だけは信じてあげるぞ。それにエーテル資源の回収が話に出たからこっちも隠さず言うけど、今日の依頼を無事完了させたら次の依頼も続投させてくれない？ああ、そんなことか。もちろん問題ないぞ、任せて。それじゃ頼んだにゃ。正直に言うと私ここ最近転職を考えてるんだ。オーリーちゃんみたいに企業で働くのって個人でインターネットに張り付いてるよりずっと待遇がいいでしょ。それはそうかもな。あじゃあこっそり教えてくれない？あ、報酬の割合か。それはだな。私としたことが。オーリーさんは会社員なんだからもちろん固定給だしボーナスもあるよね。ああそうだな、確かに守秘義務がある。猫又殿が気配り上手で助かったよ。具体的な金額はすまないが伏せさせてくれ。大丈夫だぞ。収入のことはさておき、ルートの観測を始めてもいいの？ああそうだね、少し観測の詳細について確認してくるよ。ねえバエトン、あのオーリーってやつ急に小声になってどうしたの？あ、オーリーさんに聞かれたくないんだ。あいつなんだか怪しいぞ。会社員って設定の割に言うことがちぐはぐだし、企業のことだって全然よく分かってない。プロ騎士、あんたはどう思う？もしかしたら仕事のこと全然知らないのに上司に無理やりとか？プロ騎士って意外と甘い。私の経験からすればあいつは間違いなく会社員なんかじゃないぞ。フォローで私腹を肥やそうとしてる。ただ一個気になるところがあって、あんなにビビりなやつなのになんでわざわざフォローに入ろうとするのかなって。その裏にはきっと何かあるはずだ。もしかしたらおっきな取引が隠されてるのかも。とにかくあいつの依頼を終わらせてなんとか真相を探ってみるぞ。観測ルートのついてきてくれ。それはもうぴったりと。